どうして君を好きになってしまったんだろう <laughs> 皆さんこんにちは私は今まで約7年間日本語を勉強し日本語に関する仕事を続けてきましたその中で様々な外国人の日本語学習者に出会い 一緒に勉強したり働いたりしたことがあります。大学時代、交換留学生としてお茶の水女子大学でドイツ、インド、イギリス、スイス、ロシア、タイ、中国、韓国など様々な国籍の友達に囲まれて過ごしました。そして彼らはみんな日本語は本当にうまいです。ここで言ううまさは NH、 N2 を持っていることだけではありません。いろんな場面で自分の考えや内容の深い話を日本語で表現できるということと、自信を持ってちゃんと相手に伝えられる言語力です。今も会社で多くの韓国人と働くチャンスがありますが、やはりみんな日本語能力がかなり高いと感じています。そこでいつも思うことは、 どの国籍の人よりも、韓国人は日本語がとってもうまく話せるということです。皆さんもそう思ったことはありませんかそこで、今日は、会社の同僚であり、韓国人の日本語教師のソープ先生に、韓国人の日本語学習方法、また、えー、ベトナム人に向けてのアドバイス、いろいろとお話を聞かせていただきたいと思います。では、まず、ソープ先生、自己紹介をお願いいたします。はい。 うん、はい。こちらですね。はい。今年の2月にハノイに参りました。うん、えっと本日はどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、なんかすごいかわいいネックネームですね。<laughs> 学生につけてもらいました。はい。先生はいつから日本語の勉強を始めたんですか。はい。私は あの高校2年生の冬日本語を勉強しようと決心して、はい、あのその時が2006年です。うんはい ちなみに今までもう12年間ぐらい日本語を勉強してきましたねはい、はい、そうです長かったんですね長いですけ、ね、どはい、はい、じゃあ、えー、日本語能力試験 N1 受かったのはいつですかそうですね当時、うん、あの2006年から2年ぐらい勉強して N1 を受けたんですけども、うん、当時は400点満点で、うん、あの360点ぐらい、はい、で合格しましたはいいいですね <laughs> ありがとうございます <laughs> 日本語を勉強する時何か,かありますかそうですね私は2つあの大事にしていますね。一、はい、つ目はあのこうちょっと高い目標を持つことと、うん、2>, 2つ目はそのミスしたり間違った時にあまり落ち込まないようにしています。うんうん、例えばあの 普通の人は1年2年勉強して、はい、私は上手になりたいと思うかもしれないんですけども、うんはい、僕は基本、まあ、言語は10年とか20年勉強するものだと思っていて、はい、さらに、まあ、日日本本人よりり語を上手にになりたいいと常に思っています、はい、例えばあの一番きれいな会話,の会話をする日本人ってどういう仕事だと思いますかそうですよね あの日本人のアナウンサーより、うん、あの日本語上手になりたいとか、はい、あ,のあと文章を書く人だったら作家日本人の作家よりきれいな文章を書きたいと思って勉強してます。うんはい、そそうううするとそういうのって1年2年ではでできないんですよね、うん、ですから、まあ、今日あの例えば会話の時に間違いをしたりミスをしても「うんうん、ああ恥ずかしい!」と思わないで「<laughs> はい、いや俺はどうせ10年後」<laughs> あの日本人より日本語上手になると思うから、はい。それはよくありますね。学習者には学習者には恥ずかしいとかダサいとか思ってしまうんですけれども、目標高く持つと、まああの大丈夫です。今日間違っても大丈夫と思います。はい。それぐらいですかね。目標は大事ですね。目標とあの間違った時に落ち込まない。恥ずかしくない。そうですね。はい。えっと先生はどのように日本語の漢字、文字語、文法、聴解、読解など 勉強したんですか。特に日本語の会話どうやって練習したんですか。うん、一応あの二つありますね。うんえー、文字語彙、読解、聴解、えー、これを全部あの一つの勉強方法で、うん、あのできる方法があるんですけれども、うん、私は今十一年間それをやっています。十二年ぐらいですね。それは何かというと新聞の社説の朗読です。 あの朝日新聞とか日本経済新聞ってご存知ですか？知ってます、ね、はい。それをあのそのそこのホームページに行くと、うん、毎日あの新しい社説がアップロードされます。はいはい、それをあの週一週なあの七日がありますね。五日ぐらいは毎日その五つ、うん、あの記事をよ、はい、まず読みます。で読んだ時に文字語彙わからない漢字、うん、日本語文法を全部調べて。 あのだいたい文章の構成だったり、ああ流れをこう読みます。その後に必ず声に出してそれを朗読します。うん、はい。自分で声を出すのはいいですね。あそれが一番大事です。この朗読で一番大事なのは声に出して文章を読むことですね。はいはい、あのこれは特に N3、N2 学習者にとてもおすすめです。まず自分の声を自分の耳で聞くと。 あの非常に懲戒の勉強にもなるし、うん、会話の勉強にもなります。特に会話の方ですよね。そうですね。あのたまに、まあ、自分の日本語は間違ってると思っていて、うん、声を出すのを、うん、怖いと思う学生もいるんですけども、やっぱり自分の声を自分の耳で聞かない限りは、はいはい、あの日本人があの私の声をどういうふうに聞いているのかわからない、ね。そうですね。うん、じゃあまとめすると。はい。 えと練習方法は、うん、まず1つ目、はい、1> 分からない漢字、うん、単語あと文法を全部調べます細かく調べます、はい、読み方全部調べます、はい、その後に2つ目はい文章の構成、はい、あのどういうふうに文章構成されているのかリズムそれをまず読んでいきますさらに3つ目はあのそれを声に出して必ず声に出して読んでください。で平日 あの毎日一つやれば、五つですよね。うんはい、それを週末。まとめて、もう一回、それを五つの文章を、あの。早く、あの朗読していくと、はい、非常に、あの。文字語彙、読解、聴解。一つの勉強方法で、全部勉強できます。うん、さらに会話まで、できると思います。うん、はい。 であともう一つはこれは運ですけども <laughs>、はい、私は正直あの親友がとても大事だと思ってます、はいはい、あの日本人の親友を必ず作ってほしいなと思ってます僕は性格も悪いんですけども <laughs> <laughs> 僕なんかと10年ぐらい付き合ってくれてるあの友達がいてほとんど彼らに教えてもらいますよね良かった、ねはい、とてもよかったです幸せです <laughs> <laughs> 韓国人が日本語を勉強する時 なんか他の外国人に比べるとなんか利点とかありますかうん私は大きいと思います、はい、あのまず、えー、韓国とと日本は物理的に心理的的にに心ても近いです、うん、例えば船で1時間半2時間で日本に行けますし、うん、飛行機でも1時間半2時間で韓国あの日本まで行けるんですねすぐ,す,すぐ行けます、うん、さらに飛行機 の飛行機代も非常に安いんです。そうですね。はい、一万円ぐらいあったら週末往復ができるので、あのそれぐらいあのとても距離が近いです。私も前日本にいた時韓国にいたことがありますよ。本当ですか？すごい近い。すごい近いですよね。でも使っている言葉も違うんですけれども、そこであの漢字語、漢字語、漢字を使った単語がたくさんあります。はい。例えば日本、韓国、中国。

そうこのようにほぼ同じです。学校発声そうですよね。発音も近いです。発音も近いです。ですからとても利点が大きいです。はい。じゃあ最近韓国では日本語学習はどのように行われているかしてますか？えっと最近一番最近のことは正直よくわからないんですけれども、最近はえっと YouTube とか Facebook とかあのインターネットで。 とても日本語を勉強している学生が多いと思います。はい、例えば、講義も、あの韓国人の先生が。あのインターネットで講義をしてくれますし。日本の映像、漫画、音楽を全部インターネットで見れますので。二つがあれば、本当に日本に行ったことのない人が。とっても上手に流暢に日本語を話している人が多いです。<ー>はい。いいですね。いいですよ。先生はベトナムに来たのは。 今年の2月からですね。はい、その時はその時からずっと会社で日本語を教師として働いていて、じゃあ先生はベトナム人の日本語学習者についてどう思われていますか？うん。まずあの今ハノイは、うん、とってもチャンスが多いと思ってます。チャンスが多い？な,なぜかというとあの N2、N1 を持っているからといって。うん 仕事と高い収入が保証される場所は今世界どこにもない気がしますよね。<laughs> ベトナム以外？以外。例えば <laughs> 自分のあの出身の韓国ですと、はい、みんな N1 を持っててもそれをそれがあるからといって、じ、うん、ゃあなたは今日から仕事してくださいとか、はい、あの給料を上げますっていうのほとんどありません。そうです。でさらに、うん、日本で仕事を まあ外国人が探してる時も N がないとそもそも企業に入れないとか面接があのできないのでただベトナムのハノイですと N1N2 があれば普通に仕事が見つかるこんなにいいあのチャンスが多い,は多いあの国はないですね。あととはあのただだからいって お金ののためにあの日本語を勉強するのはどうかなと思いますあの自分が一生懸命に勉強して、はい、それで誰かを助けてその助かった誰かがお金をくれるそれでお金持ちになるのは非常にいいんですけれども、うん、私はお金持ちになりたい <laughs> と思ってあの日本語を勉強することはちょっと危ない気もします。はい、ですから自分がたくさん一生懸命に勉強して、はい、それを使って誰かを助けて あの、その対価をあのもらってお金持ちになるのは非常にいいんじゃないかなと思います。いいですね。はい、<laughs> とてもいいアドバイスだと思いますよ。いやいや <laughs> じゃあ、あ韓国人の勉強方法と違うところがあるか感じていますか？なんかうん、ベトナム人の勉強方法と。まあ、韓国人の日本語を勉強方法は、うん、一番大きい違いとしては、あの社会の雰囲気がちょっと違うんじゃないかなと。うん 思いいますす社会の雰囲気ですねはい、例えば韓国は勉強する人は勉強に専念するべきと思ってて例えば私あの「日本語勉強したい!」と言ったら N5 から N2 少なくとも N3 までは親が「うん、じゃあお前勉強頑張ってよ専念してずっと勉強していいよ、はい、アルバイトしなくていいよ」はい、っていうあのことが多いんですけどもベトナムはまだあのアルバイトをしながらあの 学校に行ったりとかそういうふうにすると結構長くかかってしまうんです、うん、でそ,うそういう時はあのまあいや趣味としてゆっくり少しずつ少しずつ勉強すればいいと思うか、うん、あのアルバイトで大変だけど歯を食いしばって、うん、あの寝る時間あのちょっと遊ぶ時間を削って勉強しないと N2 までは非常に難しいところは結構あるんじゃないかなと思います。はい まあ、勉強に専念するのは違うんですね。はい。どれぐらい家族が、あの、勉強に専念させるのか。まあ、ちょっと違うと思います。ああじゃ、最後ですが、えー。もっと日本語がうまく使えるように。ベトナム人学習者に向ける、えー。アドバイスとか。ちょっと先生から聞きたいんですけど、いいですか。はい。私が思うのは、やっぱり上手になるためには。二つ。必要だと思います。一つ目は。 自分が好きなことをやる。はい。そして好きなだけじゃ足りなくて、好きな中でちょっと難しいものをやってほしいんですね。はい。はい、それを例えば日本語で話したら、うん。それがわかるのはだいたい学校で N N5 が終わるぐらいの時ですね。うん、はい。もしあの皆さんが N5 まで勉強した、勉強しました。でそれであとても楽しかったな。 と思ったら必ずあの N に少なくとも N 3までは勉強してほしいです。うん、あのどんなに漢字が難しくてもやっぱりこれ楽しいあの新しいことをやってみたいと思ったら難しくないんですね。はい。だからこう続けられる面白いから続けられる。ただあの簡単すぎたら飽きてしまう。はい、だからちょっと難しいものを好きなもの。 続けてしいそうすればきっと皆さんも5年後10年後必ずあの日本語上手になっていると思いますので、うん、そういうふうに一回やってみたらどうですか、うん、<laughs> はい皆さん勉強はあ勉強するときに何が大事だと思いますか例えば「頭がいい」とか「うん、勉強方法がいい」とか「先生がいい」いろいろあると思うんですけども。 私はこういう言葉を聞いたことがあります。あの勉強は時間の芸術だという言葉があります。それは頭が普通でもあのとってもいい勉強方法じゃなくても、やっぱり長く続けた人は必ず上手になれると思います。あと自分がこれまでの12年を振り返ったときに、やっぱりあの日本語を勉強するときにこう記憶に残るのは自分の先生。 とあとは漢字そしてあいい本ですね、うん、それがあったから自分が頭がいいからとかじゃなくてやっぱりこう常に僕を援助してくれたサポートしてくれた親とか先生とか、うんはい、それがあったから続けられました、はい、で,ですから皆さんもあのいい先生に出会って、はい、漢字を楽しく勉強すればきっと <laughs>、はい、日本語が上手になれると思いますので。 <laughs> 僕はあの正直点数は高くないんですあのなぜかというと点数で自分を評価するんじゃなくてこの文法この言葉を本当に理解したかどうかは点数とはまだ関係ないんですねあの N に91点で合格したからまあこの人は全部日本語が分かったかというとそうではないですから点数じゃなくて90点なのか100点なのかじゃなくて今日 自分が読んだこの文章を理解できたかどうか、うんはい、できなかったらもう一度やる N1 でも日本人でもあの理解したかどうか点数ではないと思います。大丈夫ですかそうですねやっっっぱりり先生がおっしゃった通りに、はいはい 言語を勉強するときは、一番大事なのは、これを理解したか、してないかっていうことですね。そうです。みなさん、どう思いますか <laughs> はい。じゃあ、今日はこの動画でいろ色々お話聞かせていただき、ありがとうございました。こちらこそ、とても勉強になりました。<laughs> ありがとうございます。じゃあ、今日はこれで終わりましょうか。はい。はい。もし、この動画は役に立ったら、ぜひいいねを忘れずに押してください。お願いいたします。はい、じゃあ、皆さん、では。 và <laughs> 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 qua đây thì mình cũng muốn giới thiệu một chút đó là nếu như các bạn đang muốn tìm một lộ trình học đầy đủ làm sao để có thể nâng cao được trọn vẹn toàn bộ các kỹ năng trong tiếng nhật thì các bạn có thể liên hệ với bọn mình để được tư vấn về các khóa học online tại dũng mori nhé ok và bye bye mọi người aí.